皆様こんにちは、トリマーの藤井です。はい、今日はですね、こちら、飲みダニ予防薬ですね。この飲みダニ予防薬の付け方のコツについて今日はご説明していきたいなと思います。はい、今回動画にご協力いただくのはですね、ミニチュアダックスフンドの、レオンくんでございます。はい、レオンくんはもうトリミング終わった後なんですけれどもですね、トリミング終わった後にこの飲みダニ予防薬っていうのをいつもつけさせてもらってます。で、飼い主様の質問とかですね、ちょっとまあ意外と多かったりするのは、この飲みダニ予防薬どうやってつけるのというあのことをよく聞いたりします。で、まあ、最近は、液体タイプ、こういって背中につけるタイプの他にですね、あの食べるタイプですね、飲みダニ予防と、あとフィラリアとか、あとはあのお腹の中にいる寄生虫とかですね、そういったものがまあ1回で、済むことができるという、まあ、オールインワンタイプと呼ばれるようなお薬、それのまあおやつタイプっていうのが出たりするので、液体タイプよりかはより、簡単につけることができるお薬もあるんですけれども、まあ、中にはですね、そのおやつタイプといってもこうお薬なんて食べないワンちゃんとか、あとはお肌に合わないという、ワンちゃんも中にはいてですね、そういった子にはですね、こういう液体タイプというのがおすすめですね。はい。で、どうやってつけるかというとですね、まあ、非常にシンプルなんですが、背中に刺すだけということなんですけれども、やっぱりこれがなかなか難しいというか、まあ、簡単だからこそ、いやどうやってつけたらいいんだろうというようなあのことなんですよね。まあ、どの点に注意したらいいのかということを今日はちょっとやりながら説明していきたいなと思います。で、背中に刺すタイプだけなんです、背中に刺すだけなんですけれども、やっぱりワンちゃん毛があるので、毛の上から垂らしちゃうとですね、あの皮膚の奥に行かなくてですね、その毛の流れ、毛がガードしてしまって、こうどん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 、垂れてきてしまうというようなことがありますので、そうするとちょっと効果が薄くなっちゃいますので、できたら皮膚の直に刺していただくということがいいかなと思います。で、どのように刺すかということですね、まず毛をかき分けますね。で、かき分けた時に、地肌が見えます。で、ちょっと見えますかね、よいしょ、ちょっとずらすとクッククッとこう毛をかき分けてあげて、こんな感じ、よいしょ、で地肌が見えますので、ここに、プチュッと刺すような感じですね。本当は、ここにあの背中の真上を向くあたりにつけた方がいいんですけれども、まあ、実際つけていきましょうか。ちょっと見えにくいですけれども、先ほどと同じような感じでクイ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 ッと、毛をかき分けます。で、皮膚が見えました。で、パキッと、お薬をつけやすいように、お薬をつけれる状態にスタンバイしておいて、ペッと、はい、これでおしまいです。非常に簡単。はい。で、今の状態だと皮膚にあのダイレクトにつけるので、お薬があの漏れるっていうことは、その心配はないかなと思います。はい。で、つけるところなんですけれども、下すぎちゃうとワンちゃんがお薬を舐めちゃうので、効果がなくなっちゃう。で、上すぎると、あ、まあ、ぶっちゃけね、あのこういう首根っこの部分でも全然いいんですけれども、ここですね、まあ、ここにつけちゃうとですね、あのよしよしって撫でるときにあの薬剤がついちゃったりとかするので、それもちょっと効果が薄まっちゃう。まあ、ベストはですね、前足の真上、このあたりですね、肩甲骨がある部分、ちょっとまあ難しい言い方すると、まあ、そのあたりなんですけれども、この肩のですね、骨があるあたり、このあたりにつけるのがいいかなと思います。はい。ここだとですね、ワンちゃんが舐めるという心配もないですし、あとはまあよしよしってこう頭を撫でる時もこう手が汚れるということもないので、ただ一つ注意してほしいのはですね、リードとかハーネスとかをですね、つけた直後に、そのリードハーネスつけちゃうとですね、その薬剤がリードハーネスにあの付着してですね、あの色落ちしてしまうっていうようなことがあったりするみたいです。なので、つけた後、まあ、乾くまで大体1時間ぐらいかかります。1時間くらいはですね、もうあの何も着せない、服も着せずにリードハーネスもつけない状態で置いといてあげるのがいいかなと思います。はい。
で、あとはですね、効き目なんですけれども、つけた直後から、効くというようなものではなくてですね、今つけたお薬だと大体24時間かかってくるので、覚えておいてほしいのは、飲みなに予防薬液体タイプを背中につけたら、24時間1日ぐらいはですね、シャンプーはしないでいただければなと思います。はい、というところが注意点でございますね。はい、また何かわからないところございましたら、お聞きいただければなと思います。今回はここまでにしておきましょう。レオン君ありがとうございました。それではまた次回、さようなら。